まだですよね。14時。じゃあまだ大丈夫。あ、まだ大丈夫。スクリーム。いつものどうか。これ何分？これが正しいって言ってたでしょ。14:00:03 でしたっけ。うん、これが正しい。まず今日。え、みつーさんは2時から初めて？今日初めてではないんですけど、一応今日が6月からなので6、7、8、9、今日4回目です。あ、そうなんだ。はい、すみません、フラーで、うん、ちょっといろいろ多分わからないこといっぱい質問してきますね。今の言ったことはどういう意味ですか。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、始まった。始まった。こんにちは。始まりましたひよこの部屋。パーソナリティ。こっち一つですか、向か。あ、そうですよ。では改めまして。始まりましたひよこの部屋、私パーソナリティのみすずと、はい、私アシスタントのひよこ三四郎です。どうぞよろしくお願いいたします。本日のテーマは、平和ということで、その平和をテーマに、素敵なゲストお二人をお迎えしております。はい、まずお一人目、宮城陽子様。宮城さんは沖縄ご出身。はい、うるま市ですね。うるま市ご出身。はい、近いですね。小さい子どもたちに、わらべ歌を、伝えながら、沖縄の心や魂を伝えたいということで、さまざまな活動をされています。もう一方、町みゆきさん。あ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さんも沖縄県ご出身。はい、あの茶館、地元なんですね。はい、はい、町さんは、生まれ育った。はい、そうです、茶館です。現在はあの沖縄市にいるんですけど。あ、そうなんですね。あの生まれたのは茶館。島唄や沖縄芝居を見て育った。はい、はい、もう幼い頃からずっと携わってますね。はい、沖縄民謡に囲まれた、はい、はい、家庭環境で育ったということで、はい、歌 CD を出されたということで。あ、はい、はい、じゃあ先ほどちょっと素敵な名刺をいただいたんですけれども、はい、笑顔で入りたい。はい、あの今あのこう、前頭の踊りになってますので、はい、中本光信先生の振り付けで、はい、はい、おじいちゃんおばあちゃんなんかが踊るという形です。ぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。はい、普段はどういった活動をされているのかちょっと詳しくお聞きしたいんですけれども。障害支援とかやってますね。はい、あのあちこちあのおじいちゃんおばあちゃんなんかにあのこの、はい、あのこう歌を聴かせたりあの踊りを、はい、あの任務っていうのはあの民謡はこの三線なんですけど、神の踊りと書いて民謡とも読むんですけどね。その民謡踊りの方はあのこう誰がでも踊れる踊りに振り付けされてますので、あの車椅子の方でも朝ドラユニットが踊れるような感じでこういうふうに支援します。宮城さんは普段どう？普段は私はあの沖縄の文化を伝えるっていうのがまず、もう目的で、その文化は特に沖縄のわらべ歌、はい、でわらべ歌は沖縄の内縄口ですなんです。内縄口なんですね。だから、はい、わらべ歌とともに内縄口、はい、そして昔から伝わっている沖縄の伝統行事、とても大切な行事がいっぱいあるんですね。はい、そして民話、
をそういう沖縄の文化を子どもたちに伝える、うん、でも今は子どもってのティーダナファーワラベって書いてて来年で25年になる子どもたちですけど、それ以外はこれから保育士になる学生たちの専門学校で授業として取り入れる、うん、であと保育士の皆さん、学校の先生たちとかね、はい、そういう沖縄の文化を伝えるという活動を日頃から行っていますね、うん、はい。具体的にどのあたりでやってらっしゃるんですか？沖縄全部ですよ。もう沖縄です。だから、ティーダナフは笑い部高いっていうのは、私、はい、ウルマ出身の、生まれは天岩っていう、天に願うって書くんですけど、天岩っていうところで生まれているんですけど、はい、今はウルマ市の多摩に古民家を借りて、はい、親子毎週土曜日に来ていただいて三線を教えて、はい、わらべ歌うちなぐち、そういうことを活動拠点と出した場所が事務所兼あるんですけど、はいはい、それをだからやりながら保育士の、最近も読谷に呼ばれて保育士の、村の法律の先生方に講座研修をするということの、なんて文化活動ですね。お子さんっていうのは大体何歳ぐらいから教えてるんですか？子どもたちは、私のところに来るのは0歳、私体教からやってます。だから若いお母さんがいっぱいいますので、はい、もう体教の子が 3,4 人いますかね。だから生まれ出てきたらやっぱり体教っていうのはもう聴覚がお腹のいる時からも、もう出来上がって、すでに生まれたらもう出来上がってるんです。だからこの大体お座りできる頃から笑べて始めて、はい、リズムを取ることがだんだん分かってて、耳は分かってますけど喋れませんから体で動かしてるんですね。でこれが 1,2 歳になると前頭に溜まっていたこの言葉が出てくるんです。でそれはどういう言葉かというと、笑べたで使ったこの言葉で、私は3歳の孫がいますけど、この子体教したんですね、はい、体教で、まあ、しっかりうちのあぐち、私が喋ってるうちのあぐち、イントネーションそのまま受け取ってくるんです、うん、だからこの小さい時に沖縄の文化 の、 あの言葉ね、うちのあぐちを、ね、伝えるっていう大切さをね、やっぱり親子と共に学びながら、で保育士の皆さんも子どもたちにそういう保育してますから、その大切さを伝えるための文化活動として、うるま市の拠点としてまず事務所を持って活動してますね。も結構長くやってらっしゃる、はい、もうわらべ歌は25年、でティーダナファーはわらべ歌に携わって保育士、保育園に行くんですね。保育園にも行くようになってから30年余りになりますね、はい、だからしっかり先生たちがそれを受け止めて子どもたちに、保育園の園児たちに伝える、うん、その作業をねしっかり受け止めてくれたらいいなと思ってますけど、うん、ちょっとまだまだ薄い感じがしますね、うん、やっぱり自分が直接伝えるのと、やっぱりこう先生たちを通してやっぱり子どもたちに伝えていくっていうのはやっぱり違います、ね、そう、間接的に伝えるから、うん、またうちの内口の島言葉って言いますけど、難しいことがあって、うん、伝えきれない、特に若い保育士たちはうちの内口使えないんで、うん、その難しさがあるんですね。だからそれは技術的に私直接に行って、うん、もう専門的にこんだけやってきてるもんだから、うん、直接の子どもに伝えた方が本当はリアル的にいいんですけど、うん、でもそれも難しいのがあるもんですからね、先生方から私になってそれをまた子どもたちに伝えるっていう間接的なことを、うん、があるんで、ちょっとこれ難しいところがありますね、うんうん、子どもの吸収力ってね、やっぱり結構すごいすごいですよ、うん、やっぱり私の場合にはわらべ歌っての、はい、遊びが伴ってるんですね、うん、だから遊びの中で子どもたちは体得していくんですね、うん、遊びの中で体を動かす、うん、歌うで体遊びとかしますのでね、うん、そのうちに歌が歌えるのって、遊びながら自然に歌ってるんですよ、うん、だから例えば動物さんの歌があるとします、うん、だからうちの口でカマキリのことをね、カマキリのことをイサトゥーって言うんです、はい、ちょっと言ってみて、イサトゥーっていうのをもう分かってきたら、自然に散歩とかなんか見つけた時に、はい、カマキリって言わないでイサトゥーという言葉をね出てくるってことは、生活の中でその言葉を生かしてくれている。だからうちの孫を通してそれを見てると、そのまま言ってくれるんですね、うちの口結構使ってくれるもんだから、うん、生活の中でうちの口が生かせることができたらいいなと思って、で私たちって毎日ご飯食べますでしょ、はい、だから食べる時にいただけますじゃなくて、こっちサビラ終わったらこっちサビタン、こっちサビラ言ってみてください。こっちサビラ、そう、こっちサビラで、ごちそうさまをこっちサビタン、こっちサビタンっていうのは毎日私たちご飯食べますよ、だから
この言葉をですね、うちの口に変えることによって子どもたちが毎日習慣化してますので、だから孫がこれやってくれるんですね、うん、だから生活の中でそれ生かしてくれたらいいなと思って、うん、まず自分の孫から始めていって今実験中ですよ。どうやって伝えたら本当にうまくいくかなということですけどね。でも確かになんかこう覚えよう覚えようっていう、なんか思って覚えるよりはやっぱりそういう日常の中で少しずつなんかこう、これはこうだよこれはこうだよっていう、なんか体で覚えていく方がコマーシャルでもそれとなくいつも聞いてるうちに吸収しますので、ね、実はですね、覚えやすいですね。沖縄は島くつばの日って言って、去った9月18日に島くつばの日があったんですよ、はい、島くつばってある他県にはそれないでしょ。ないですね。だからこれが沖縄でもちょっと悲しいけど、でもやらないといけない。だから、今年で8年目になったんですよ。8年目になったんですけど、3日間私はずっとこの島くつばの日からずっとシンポジウムとか、実際に子どもたちが島くつばをしゃべる大会があったから3日間ずっとそれに参加したんです、うん、その中で、中日の時にね、3日間の中日の時に、うちの3歳の孫も連れて行って、うん、朝からずっとこれ見せましたよ、うん、で3歳ですけどやっぱりちゃんと見てくれて、意味がわからんの、ばあばこれなんて言うとかね、うん、やっぱり興味をね持ってくるし、自分が使ってる言葉がね出た時に、ばあば、ニフェーデビタンって言ったよとかね、うん、私くんにゲーサビなんて言ったねーばあばとかね、やっぱり自分も使ってるし、舞台でもそれ喋ってるもんですから、共通するで自分と同じことも使ってるなーって、どこかでそういう興味を持ってね、私と隣にいながらねずっと一緒に見ることができたし、ずっと見よかったなということがありましたね。この3日間ずっとそれ参加しました。なんかこう自分が教えていったことが返ってくるとやっぱり嬉しいですね。ですよね。だから成果として、だからこの生活の中で現れてくれて、で遊んでるうちにその遊びながらまたこの歌がね出てくるんですよ。例えば雨が降った時には、うん、アミアミファファって、雨が降ったらその歌を歌ってくれるもんだから、ふれふれ、そうそうそう、よく知ってる、はい、そうそう、はい、こうやって言葉が出てくるんですね。これもうちの口、はい、雨は雨って言いますから、だからそういう言葉が出てくる。だからこれ遊びの中でなんです。だから本当に実際に雨が降ったら、うん、雨雨ふわふわ、うん、虹が出てきたらルージーヌージってパッて歌ってくる、そう、虹のことをヌージって言うんですね。虹がヌー、そうそうそう、でそういうのが、実際に会った時にその中でこの孫がちゃんと歌ってくれたり、もう特に今今週の日曜日は沖縄では旧暦の本当に8月15日の満月の日なんですね、はい、だからこの子は普段からすぐこの子が見つけるのはお月様なんです。だからお月様って言葉使いませんね、圧倒明が、圧倒明ってすぐ言いますね、圧倒明が、圧倒明って言うんですよ、圧倒明、うん、圧倒明が、いるよ、いる、あ、空になるよって言って、うん、そしてまたすぐお月様の圧倒明たりって歌ってくれるんですね、うん、だからそれは生活の中で生きてるってことですよね。見ながらすぐさって歌えるってことですのでね、うん、言葉は生きないといけないと思うんです。だから使わないと言葉を滅びるし、だからそれは幼児の頃から言える言葉じゃないかなって、言葉磨きっていうのがそれだと私は思っているもんですから、ね、そもそもそのなんですか、うちなぐちっていうのはこう、まあ、もう本当に昔からずっと沖縄にあるもちろんもちろんもちろん、ね、何百年前からあったとか、廃藩置県1878年の廃藩置県とかあるんですけど、それをきっかけにうちなん中はね、沖縄の人たちは沖縄の言葉、うちなぐちを使っていけないっていう、今から133年ぐらい前に禁止令が出たんです、禁止令が出て、本当に100年余りになったら、本当にうちなん中、私たち沖縄の人はね、本当にうちなぐちが使えなくなりました。使えるのは 1% 2% ですよ、はっきり言って。で、私が使えるのは自分のおばあちゃん、明治25年のおばあちゃんがいました。で、このおばあちゃんっていうのは共通語大和口が使えないおばあちゃん、全くのうちなわ口しか使えないから、うん、私たちといつも接して、私おばあちゃん子だったから、うん、だからその明治の25年のおばあね、祖母と一緒に暮らしているっていうのもあって、うちなわ口は使えるっていうのはまたあるんですね、うん、なぜ禁止されてしまったんですか。大和に、本土に、さっきから大和ってさっき言ったみたいに、はい、大和に追いつけ追いつけ、沖縄のこの言語っていうのは文化が低い、うん、低いっていうふうにしてなんか言われて、うん、東京とか大和のね
人たちにつく、追い越するためには、追いつくためには、うちなぐと全部消して、沖縄の文化を消して、大和口ね、共通語に江戸弁です、昔の、うん、江戸弁に全部、うちなんちは江戸弁にさせて、追いつこうって、学歴も落ちてるし文化も落ちてるっていうふうに、そういう評価されてしまったんですね、この1878年、この頃ね。で、本当に私たちは悲しいことに方言をだってまで落とされて、あなたは方言を使いました、罰しましょうねって、首からいいでしょ、沖縄にこんな悲しい歴史が本当にあったんですよ。で、その方言札も今もありますよ。で、そういう悲しい歴史をね、背負ってきて100年余りになって、本当に言葉が使えなくなって、今なってたった8年前に沖縄の人は、うん、うちなぐちを使いましょうという島言葉になって、私言いたいのは遅いですって言いたくなるぐらい、で、私はね、いいんですよ、10年50年100年をかかってもいいから、自分たちの文化言葉を取り戻そうって、いつもそういう運動をしているんですね。でもね、チャタンでね、あれだけこの3歳から20歳ぐらいの子が、こうちゃんと芝居、沖縄の芝居を、戦争の芝居をスライド流しながらやってたんですけどね、やっぱり涙が止まりませんでしたよ。戦争は知らないんですけど、スライドを見て、その この子なんかの演技にとても心打たれました。うちなぐちね、あれがすごかったです。ここ今チャタンの FM にないですよね、はい、上の方にハンズ、 NPO ハンズって、はい、子供っていうより学生たちを中心にした、この島言葉、ね、島言葉の NPO があるんですよ。この人たちが一生懸命この言葉を、内縄口を取り戻そうということで、民話でそれやったり、この前は戦争体験のおじいちゃんおばあちゃんから話を聞いて舞台で上げていましたね、はい、それをだから二人とも見ているもんだ、ちょうどそこでやってました。ヌズミのニヌファブシだったかな、なんとかニヌファブシだったね、そういえばね。のぞみの北斗七星、北斗七星はうちの口でニヌファブシって言うんですね。ニヌファっていうのは北極星のこと、だから昔から沖縄は羅針盤がない時には、はい、船の航行ね、船が漁に出る時には、この北極星を目当てに、だからその目当てのニヌファブシってのはそういうことだと思いますけど、沖縄の人はこういう羅針盤がない時にはこのニヌファブシを見ながら行したという目当てね、だからそれが今回はこのニヌズミのニヌファブシっていうのは、はい、ニヌファブシみたいに目標を持って私たちも島言葉をね、しっかり伝えていきたいという意味だと私は思って見ていましたけど、ね、すごかったですね、本当に。いや、教えればあんな小さい幼い子供から、うん、こう方言が、うん、こう全部きれいにうちなぐちが使えるんだなと思って、うん、本当に感心しましたね。で、陽子さんの孫さんも、はい、もう方言のこのイントネーションまでしっかりと出てくれますよね。例えばですね、大和ん中がね、はい、ししよ、しし前のしし、しし、はい、ことを私たちはシーサーって言うんですよ。シーサー、でほらまたシーサーって言った、はい、シーサーってまっすぐなんですよ。中国語の、中国語のね、四つの声帯があるみたいに、私たちはシーサーなんですよ。だから大和ん中はね、シーサーって上がるんですよ。アランローって言いたくなるぐらい、はい、違うよ、シーサーじゃない、シーサーだよって。だから大和の子がいたんですよ、はい、その子はやっぱりシーサーって言ってくる、うちの孫はシーサーって言います、うん、しっかり言ってくる。だからイントネーション、そうそう、うん、イントネーションをそのまま大人から聞いた言葉をそのまま言える。だから本土の方は、本土のお母さんお父さんがシーサーって言うから、やっぱり子供もシーサーになるわけですよ、うん、もうそれを仕方がないとしても、本当のうちの口はシーサーなんですね、うん、だから数遊びでも、はい、ティータミユとかいろいろこういう遊びがあって、指をこうしながらいろんな遊びがあるんですけど、この底辺から子どもたちに、ね、伝えていくということを今やりながら、はい、やってますけどね、うん、今沖縄ですね、沖縄でちょうど今島言葉の日がこうやってあったもんですから、はい、小学校から高校までの先生方が自分たちの子どもたちに教えている島言葉のこの発表がこのままあったんです。小学校どういうふうにやってる、うん、中学校どうなってる、高校大学までやってましたね、うん、やってましたけど、大切ですけど、でもね、言葉磨きっていうのは、うん、小さい時にやらないと何も意味ないんじゃないかなと私はちょっと思っ
って私の出る幕ではなかったけど、うん、私は会場にいたんですけど、持ち上げてこれ言わんと絶対ダメと思って、うん、ちょっと喋りました、うん、皆さん小学校からってこんなにやっていますけど、本もできましたって言うけど、言葉磨きのねこの前頭葉が溜まって、うん、聴覚っていうのはこのね胎教からやって保育園の園児たちから超えて9歳ぐらいまでの子どもたちが聴覚形成やって完成するっていうのはこの小さい幼児教育にあるんじゃないのっていう話したんですね。それしっかりってことは分かってるけど、そのシンポジウムではないって言ったから、はあ、もうおかしいよって言って、うんうん、ちょっと私言いましたけど、でもやっぱりこの会が終わってすぐ殺到してきました。私のところに名刺もらいに来て、うん、ああどういう活動してるのとかね、やっぱりこれは必要だなって、だから高校に呼びますとかね、うんうんうん、私もボランティアで行きますよとかね、わざわざ宮古からもそういう人たちが来てましたね、うん、このシンポジウムにね、うん、アイヌも来てました。アイヌは北海道からも来て、だから国を挙げてのサミットだったんですよ、うん、言葉のサミット。だから八丈島からはじめ、はい、沖縄この本島離島全部北海道までの人たちが来てサミットをやってましたね。だからあと私またこっち産地から、はい、あるんです。その時にもちょっと詳しい話しようかなと思ったりしてます。だから今沖縄はそういう状況です。これと辺野古の問題ね、平和のために私たちは一生懸命歌で、はい、みゆきさんも一緒になって辺野古に何回か行ったんですけど、はい、集会に出たりね。だから歌三線で自分たちができることを平和につなげていこうって言って、うんうん、そういう歌も歌ったりはしてますけどね。だから沖縄の現実をやっぱりね、はい、本土から来た皆さんも見てほしいし、うん、で一緒になって平和っていうのは何だろうって、うん、抑止力とか言ってるけど本当のね平和って何だろうかなってとても考えさせるんです、うん、で私たちは地元にいるもんだからの危険性、自分もその体験してきた、うん、でお父さんお母さん の体験も聞いている、うん、だからこそ平和って守っていかないといけないし、子どもたちには何を残すのって今私たちすごく岐路に立ってるんです。沖縄はね、でも沖縄だけじゃないと思います。キロタっていうの今も、うん、この放送で安倍政権の皆様も、ね、安倍政権のことどうのこうの言ったらちょっと放送あるかもしれないけど、沖縄だけじゃなくてね、日本全部がキロに立っている状態じゃない、うん、だからみんなでね、日本全体で本当の真の平和のね世界って何だろうって、うん、とっても真剣に考えないといけない時期に来てるんじゃないかと思います。基地があるのを全部テーブルに載せて、うん、こうちゃんとこう沖縄だけじゃなくて本当にあったのも沖縄に来てるわけですから、はい、誰でも基地は嫌ですよね、うん、だからこうきれいにちゃんと。でも安倍総理に言いたいのはやっぱりね、平和っていうのを真剣に考えて勇気を持ってオバマさんにこう、うん、辺野古はダメですよって言って きちっと言えたら、総理すごい尊敬しますけどね、うんうん、ね、誠の心があるならそうやって、ね、それでね、私一つ今宮城さんが言ったけど、はい、本当に私総理に言いたいのはさ、総理は本当に敷いてまでね、本当に強硬に今、辺野古にその基地を作らそうとしてる、本当に強硬にやろうとしたね、うん、じゃあ沖縄はそういう気持ちで絶対作らせたくないって毎日のように、うん、あそこにいますよ、ゲート前に、うんうん、じゃあね総理、あなたはね山口出身でしょ、彼はね、うん、山口出身だから盛んに考えればいいのに、山口に、うん、じゃあこの辺野古の同じように米軍の基地を持って行ってください、うん、で水さんが住んでいる東京に、はい、国会議事堂があるでしょ、はい、持って行ってください、東京に持って行ってください、うん、どうなりますって拒みますよ、うん、それをこんな小さい、うん、こんな小さい沖縄にね、本当に200キロぐらいしかない沖縄にね、うん、75% ですよ、私のお家の目の前基地です、うん、目の前に歩いて、うん、でうちの3歳の孫が言いました、基地の私の目の前から川離れてこんなし見えるんです、毎日この子連れてたりするもんだから、うん、ババア、あそこのねジャングルジムとか滑るとても綺麗な彩りの、うん、遊具があるんですよ、あそこで行ってみたいって言い始めたら、あっち何ねって言い始めてね、あっちはアメリカだよって、アメリカのね子供たちがいるし、うん、こっちはねひまりたち入れんよ、沖縄の人入れんよって言った時に、うん、自分でねひまり大きくなったらアメリカになるって、子供だからわからんさね、うん、沖縄はねアメリカンクーチはうちなんちゅうのなれアメリカにはなれないよって、うん、絶対入れないよっていう言葉に対してこの子が言った言葉はね、じゃあここはね線引かれてるねって、うん、こんな3歳の子がね言うんですよ、うん、私はその線っての言葉を聞いた時ハッとしましたよ、うん、私たちの前のフェンスが
張られてるんです。フェンス入れないように、うん、あのバリケートされてね、あの金なんていうかね、うん、トゲトゲのこういうのがあって入れないようにされてるんですよね、うん、私たちだから本当にかわいそうだって、うん、あっちはアメリカ合衆国、こっちはうちなんちゅうで頭に来るのはアメリカ合衆国にいる外人たちはもう平気で私たちのスーパーに来るし、うん、あの平気であっちこっちに沖縄の歩くし、私たちは一切入れない。私たちこの基地の中に墓があります。墓に入るにしてもね、沖縄はシーミーテって1年一遍お墓場入れがあるんですけど、うん、わざわざ2週間前から役所に行って許可入れに行くんですよ。自分たちの墓があるのによ、うん、それが頭に来るわけ。自分たちは堂々とね、車から出てスーパーに行ったり買い物したり、本当にこの沖縄デパートに行ったり堂々といるさ、こう見ると、うん、本当に頭に来る。そうなんです。私たち2週間前から許可入れに行くんですよ。自分たちのお墓があるんですよ、うん、こういうのが理不尽なんですね、うん、だからそれをじゃあ東京に持って行ってくださいって言いたくなるんですよ。それが沖縄の現実ですよ、うん、だからあのこうオバマさんも最初はほら、うん、平和を伝えてあのね、ノーベル賞ももらったくせにねって言いたくなるね。もらったけど今も考えがあの逆行していってので、だからあのこう約束を勝手にやった安倍さんはついやってしまったかもしれないけど、うん、私が安倍総理に言いたいのはもう思い直して、あのもうこうやっぱり安保法案とかもそういうのもあの戦争に向かっていってるってことももうみんな市民が分かってるわけだから、もうかっこ悪いかもしれないけどこういうことだからって言ってちゃんとオバマさんに断ってほしいって、それが私の心ですね、うん、安倍総理もしっかりだけど本当はあのこの本当に放送で言いたくないんだけど、あの中山ですよ。中山は元の県知事ですよ。 あの人がね、私たちを裏切ったんですよ。沖縄の県民を裏切って、そういうことになったでしょ、ね、そして今のあのな尾長知事がね、とっても苦労してるでしょ。総理以上と思いますね。苦労してるでしょ。国連まで行くの普通だったね、一県の知事が行かないですよ、うん、それをねこの安倍政権の政府は聞いてくれないから、もう国連に行くしかないんですよ。もうそこの手伝いしかない、うん、だから行ったんですよ国連も。そしたらあの何日本大使という何とかっていうあの女の人が また反論してまたもう一人ヤンバルンチューという女の人が、はい、またあの辺野古賛成って言って、あんた本当にうちなんちゅうねって言いたくなる新聞載ってたんだけど、ね、このヤンバルのこのヤノオラバーって反対に言いたくなるぐらい、うん、あんた沖縄のこと考えてるのって、うん、この、 あの基地を賛成にしている皆様に伝えたい、うんうん、あのこう自分なんかは今からもう戦争は体験しないで、うん、70年間体験しなかったわけだから、うん、そのままあの世に行くんですけど、うん、小山子はあのこの戦争でももう自分なんか死んでしまうから関係ないのかって言いたいですね、うんうん、だけど今の世の中 ね、もうすごい武器が発達してるからミサイルで終わりですよ沖縄は、うん、どんなにあれもうあのね今までの戦争と違う、うん、ボタン一つ押せばパーですよ、うん、ですよね、うん、だからあのパーですよ。安保は絶対に反対っていうのをやっぱりねシールズの皆さんもね、だから第二次世界大戦とかね太平洋戦争との話のならないぐらい、はい一つボタンを押したら終わりですよ沖縄は、うん、沖縄にこんだけに集中してるから。だって誰でも戦争が起こったら基地ならの当たり前さ、こっちからいろんな武器が出てくるんだから ね、だからそれがあのベトナム戦争の時期に私ちょうど中学生だったよ、うん、そのカテナ基地から毎日のように B52 という爆弾をね乗せた積んだ黒い殺人機って私言ってるんですけど、うん、これが本当にベトナムに行ってベトナムの人たちは本当に全滅にするぐらい枯れ葉巻いて、あのドクちゃんベトちゃんって分かりますかね、うん、あの子たちが生まれた、たくさんの人この悲しい子供たちが生まれてきた、うん、で一人は分離手術したけど一人亡くなりましたでしょ、うん、こんあれだけじゃないですよ。どんなに悲しいねこのあのケージが生まれてね、うん、枯れ葉剤でこの枯れ葉剤が沖縄市もドロム缶に地中に生まれて 100本ですよ。100本余りのこの枯れ葉剤のドロム缶が埋められてるんですよ、ね、こんなバカな話があるんです。だからアメリカたちはね秘密にして沖縄にこんなドロム缶の枯れ葉剤のドロム缶埋めてさ、でこの埋めてあるもんだから土の上で子供たちがわからないでサッカーしてました。それを掘り起こして何かの工事でこれが発覚して、今サッカー場全部使いません、全部ビニールシート、これが沖縄の現実です。辺野古があの基地が作られて国有地になったら、こう本当の原爆とか何もかも全部ゴミの処理はみんな沖縄に来るんじゃないですかね。何もかも含めて、ね、だから水産国に家になるだったって
ね、2年だったとおっしゃってるけど、はい、だから沖縄の現実ですよ。私たち嘘も何でも言ってますよ、ね、本当のことを言ってるだけの話ね、ありのままね。ちょっと衝撃でした、やっぱりでしょ、これが本当の沖縄なんです。だから安倍総理に言いたいのは、うん、だから沖縄はこの現実をあの人は耳傾けないでしょ、うん、聞かんふりでしょ、あの菅でも、あ、カンか、うん、カンカンボジョーカン、カンよ、あのカン、うん、本当にもう言葉悪いけど本当に顔ぶん殴りたいぐらいの気持ち、うん、でほら、あの本土の人でもあのこの石田純一さんとか、うん、ある外国だったオリバーストーンとか ものすごいあの沖縄にねあれして応援してくれたりね、うん、あの菅原文太さんもね、あの俳優のわざわざこんなして ね自分が亡くなる前に基地に一回来て、今奥さんがね後を継いでやったり、キキキリンさんも来てくれて、とにかくまああの、ね、名優とか俳優もいいんですけど、まあこの、うん、この平和のね、このなんていう学者たちもね、絶対これダメっていいのも耳か、ね、傾けないでしょ、耳かさんでしょ、もう自分がアメリカに行ったことを実現しようとして実現してしまったけどね、恐ろしい安倍さんだねと思います。本当に総理って言いたくなるぐらい、うん、本当に安倍って私はもうあのちょっともうなんていうかね、総理って言いたくない、うん、総理っていうのは国民のこと考えてくれるのが総理だと思います、うん、あの人、ね、自分のことしか考えない、うん、思いますよ、ね、だから山口に持って行けって言いたくないぐらい、基地をね、沖縄の基地を、うん、自分たちの地元に持って行ったらどうね、どんなキャベツなんのって本当に言いたくなりますね。例えばね、本土がね、あのこう立場が逆で基地が集中してて、うん、沖縄が本土みたいだって逆になった時に、うんうん、もう皆さんはどういうふうに行動するんだろうって言いたいですね、うんうん、逆に逆さまに考えた時、美鈴さんわからないかもしれませんけど、私のお家の近くに、うん、同じうるま市です、宮森小学校に絶対が落ちました、うん、何十人の人が怪我して亡くなって、子どもたちですよ、ね、そういうことがありました。その後にまた近くの川崎に落ちました、それも目撃しています。その後に国際大学にヘリコプターが落ちました、うん、それちょうどうちの姪っ子がいたんですよ、うん、この人もびっくりし、その後にまたヘリコプターが落ちました。これ現実落ちてるんですよ、うん、で命も落としている子がいるんですよ、うん、ね、たくさんね、本当にこれわからないでしょ、美鈴さん、落ちてるってこと知らないでしょ、うで、ね、だからこれが基地がある理由ですよ、ね、だから私が18に沖縄が出た時に、なんで本土には大和には基地も何もないし、絶対も飛ばないし、うん、なんで本当に違うのってことを分かった時に、私は沖縄に来た時に沖縄のことをもっとやらんといけないと思って、我ベタに我ベタ通して今に来て、沖縄の子どもたちに沖縄の現実を知らせ、沖縄の悲しい歴史とかいろんなことをね、うん、知らせるためには歌でやろう、うん、って言って30何年になったんだよ。だから本土から帰ってきてそれを始めたんです、私はね。だからそれが今の現実の私なんですよ。本土行って初めて、うん、沖縄のあのこの状況とか分かるんですよ、うん、あのなんとなく自分なんか基地の基地があるのが当たり前みたいな感じで生活してたので、うん、でね、はい、私が衝撃的なんかあのこう体験したのは、あのうちのあのこの あのおばさんが、まあ、おじさんが亡くなって行ったら赤ちゃんの写真があったんですね、うん、その写真はおじさんの写真って聞いたら、うん、このおばあちゃんはずっと泣いて、あのこう戦の話をやってくれて、うん、それであの日本兵がこう 赤ちゃんが泣くから黙れこう言いますよね、うん、そして拳銃向けて、うん、それで拳銃向けて もうやこう自分の子供を窒息させきれないじゃないですか、母親ですから。それでこうできませんって言ったら、貸せって言って拳銃で殺されたのがうちのおじさんらしいですよ。その時にこう戦争は今まで何も考えないで、うん、こうなんかこう基地の運動してるって言ったら、暑いのに大変ねぐらいしか思ってなかったんですね、うん、そのおじさんが亡くなったきっかけに私が平和についてとっても考えました。だこういうものってこの戦争中にたくさんのことが起こってる、今この子供の、うん、これ基地があるからです、うん、この赤子をね窒息死させる、で反対に親だけが、お母さんだけが亡くなっちゃって、うん、この血の麦子だけがこのお母さんのおっぱいをまさぐってる、でそれ見てるけど戦争中だからどうにもならない、うん、こういうね事例がたくさんあったんですよ。で新聞にこれ全部載りました、ね、こんなことがあったって、うん、でももう戦争中だから助けてあげることができない、うん、自分の身もまた兵隊だからね、兵隊がこの血の身ごを見た時にね、うん、助けてあげることもない、どうすることできない、この体験を ねトラウマになって出てきた、うん、これがね何件も同じことがあったんですよ、うん、たくさんあるわけですが、これもやっぱりみんな戦争から来ることですから、うん、絶対にだから日本兵がね、日本兵が沖縄の人たちがほらあの中に隠れてるの、ゴーの中に隠れてる、それを追い出す、
全く本当の話です。あ、家路にね、これ本当の話です。家路に追い出して自分が自分たちが中に入って、うん、そして沖縄うちなん中のね食料を略奪して追い出さる、そして殺す、そして沖縄の言葉、うちなん中をね使ったら、スパイって言って本当に殺されたし、うん、本当にいるんですよ。恐ろしい話ですよね、うん、だからうちなん中はスパイとされた、うちなん中自分たちの言葉を使った、うん、だから大和口を共通語江戸弁を使わんといけないということで方言風なものとされたり、本当にうちなんちゅうは言葉を失った民族って私よく言うんですけど、講演の時にそういう民族になっちゃったんです。言葉を失った民族、今話せるのが本当にね昭和のまあ2桁ぐらい、私も2桁ではあるんですけど、で2桁も言えませんね、1桁の人たちが、まあ、元気だったら言えるぐらい、ほとんど使えませんよ。もうこんな状況です、沖縄は、うん、もっともっといろんな人がこの訴えていってほしいですね、うん、シールズ の新聞見た時には、うん、ああやったね、若者でもこういうふうにやってくれる人がいるんだって、うん、とっても感激しました、うん、それでこうこう今ラジオ通じて言いたいのは、はい、この沖縄の冠は市具志堅用高さん、はい、もう沖縄代表です、もう世界代表ですよね。やっぱりもこの、 ボクシングでこう戦ってきた具志堅さんにも、はい、沖縄をこう基地は作らせないって運動してほしいですね。いろんな人が、有名な人が動いてますので、沖縄にいる具志堅用高さんも頑張ってほしいって思います。これぜひ言いたい。本土の人がね、はい、水さんも2年って言ったけど本当のこと知らなかったでしょ、で本土の人たちがね本当のこと分かってほしい、はい、なんか他人事のようにある周辺のこの県でも、うん、今だんだん分かってきてくれています。だからこそ国会にいっぱいこの周辺でもいっぱいね、何万人と10万人国会法をやったわけですから、そうそう、こうやってきたんですけど、本土の人がねもっと今水田走って分かったね、それをね本土の人がもっと分かってほしい。こんなにね辛いことを強いられてきたわけ、70年も基地がずっと私たちが、小野口が言ったみたいにね、私たちが基地をね、差し出したわけじゃないでしょ、うん、強制的に日本政府が沖縄ね、基地を結局、私たち27年間、うん、アメリカ合衆国の島でしたよ。だからお金もドルでした、私がもらったとこは。そして私が高校1年の時に初めて円になりました、うん、こんなのないでしょ東京には、ね、こういう悲しいことが起こったんですよ、うん、だからね私たちは強いられたんですよ。アメリカ合衆国になりなさいってパスポートも付けされました、うん、本土に行く時に、大和に行く時にわざわざ注射もされました、うん、予防接種、うん、そのパスポートもだから作らんときに同じこんな日本だろうよ、うん、だから日本になったりアメリカ合衆国になったりまた日本になりました。こうだからうちのあの言葉に大和の言う、あ、東の言うって中国、うん、東の言う、大和の言う、アメリカ言う、もう本当に東風の言うなり東風に言うって分かる、もうおしゃれなんだけどね、はい、それぐらい沖縄は何回も何回も変遷していったんですよ。東京から何も変わるんでしょ、お金も変わるんでしょ、はい、だからうちなは東に言うっていうのは中学、その時良かったです。中学と仲良く本当にお互いに協力し合ってました、うん、だから最初東に言うでした、うん、中学の、そして大和に言うなりました、うん、廃藩置県で組み込まれましたうちなん中は、うん、そして戦争を巻きました、アメリカ言うになりました、そしてまた やっとね今うちなん言うじゃなくて大和に言うなったけど4回変わった、4回うん、次何になるのって独立したいですねとも言いたくなるな、うんうん、こんなに変わる、4回も変わったんですよ沖縄は。沖縄のことを沖縄でまお金もやりますって、ね、お金も考えられないでしょ、お金も途中どんどんどん変わってきて、ね、10年間をね戦争で負けたから BN というお金を使わされました、BN というお金、こんな四角いお金、それも日本円とまた全然違う。だから沖縄だけが使える、アメリカが出した軍票ですよ、うん、そして復帰しました1970年、うん、私が高校中で やっとで日本円にできました。その前だからドル使いました、うん、ドルの前は BN 使いました、その前は日本円、その前中国のお金とかね、うん、どん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 お金も変わってきた、琉球処分もされたしね、うん、だからそれだけ大和にない沖縄をね本当にいろんな変遷があって悲しい歴史があって、だから基地反対が出てくるの当たり前なんです、当たり前ですよね、
本当になんかこう街を歩いててやっぱりこうやっぱ基地反対のこう、はい、縦札だったりやっぱりこう張り紙だったりっていうのもたくさん見てきたんですけども、はい、まあ、やっぱりこう本当に全く知らなかったので、はい、なんでなんだろうってなんかすごく思ってます。これはあのしょうがないですよ。私もあのこの若い時には、うん、あの普天間の方で座ってね見たら、うん、暑いのに帽子もかぶらずにとか、うん、何してるのこの人なんかって感じで思ってたわけですから、やっぱり自分があのこの身に降りかかった時に、うん、あの気づく人はたくさんいると思いますけどね、うん、気づいた時点で沖縄をこうであるって分かっていただけたら幸せですよ。今また本土の方も、うん、あの前はあのこのこう他人事みたいに行ってた方々までわざわざ辺野古まで行ったりしていろいろ分かろうと努力してますよね。それで国会でも10万人も応援したわけですから、そういうことはやっぱり、うん、嬉しいです。だからね、要はね、気づくことなんです。気づきなんです。だから初めて三鈴さん私たちの話聞いて、はい、気づいていろんなことを思いました。でね、ひよこ三四郎さんもうちなむくです。うちなむくっていうのは沖縄の向こうに来てるから、はい、彼でもちょっと話したんですね、はい、彼涙が出たけど、その時は彼は初めて私たちの話を聞いて沖縄ってことを少し感じてくれたのかなと思ったんですね。話聞いて涙ぐんでました。だからそういうことに気づくということで、沖縄に私たち実際に住んでます。で本当に基地が目の前あります。水野さん、基地見に行ったことあります？本当に連れて行きたいです。中に連れて行きたいですよ。中に、ね、来月ぐらいあるかな、うるま市の天岸っていうところ住んでますけど、うん、キャンプコートニーっていうんですね、うん、これ全部沖縄の司令官がいっぱいいるところの基地がある。ここに1年に1回とか入れる日があるんですよ、うん、連れて行きたいです。行きますか、中に入りたいですかって言いたくなる、うん、入ってみせましょうねって言いたくなるぐらい、うん、すごい高級のレストランで、すごい一回、ね、回見せめたいです中は本当に、うん、もういいところばっかり取ってそこに全部、うん、そうそうそう、基地のいろんな施設があって、子どもたち言うとサッカーやったりいろんな施設があって、うん、すごいですよ。遊具があって学校があって病院があってボウリング場があって病院があってレストランがあって、そして下に広がるビーチがあって、うん、そしてビキニをつけてこっち の, アメリカ女性たちは泳いでいる、私たちは手を加えて見ているいいはずよって、うん、1回だけ入れる日があったもんだから入ったんですよ。すごい優雅に生活してますよ、うん、それを現実に美鈴さんちゃんちゃん見せたいですよ、うん、これが本当の現実の基地の中ですよって、うん、食べ物も贅沢だしね、我々の税金でミスズさんの税金も、私のお家の目の前にアメリカのビルディングが何十棟もあります。その中にアメリカの家庭がここに一つ住んでます。家族が住んで、みんな お金無料です。すべて家賃、水道料金、電気水道すべて、ごめんなさい、若い本土の方もみんな税金払ってるわけですから、うん、この税金みんなそれに使われてるってこと考えたことないですか？私これ考えてほしいです。全て税金は、うん、全て税金はアメリカの建物も建ててあげて住まわせて全て無料て、こんなバカな話ある？お医者さんも全て無料、ね、ずっと貢献してるんですよ。信じられない、信じられないでしょ、うん、で沖縄の人貧数して、貧数ってわかる？貧しい思いして、うん、ない時は芋食べて、ない時はカエル食べて、ない時は草食べて、ない時はクタツムルも食べて、本当にこんな人生きてきたんですよ。だから今でもそうじゃないですか、こう裕福は裕福ですごい差があって、うん、貧困のところはもう餓死してますよね、うん、本土でもね。でこの税金とかあれ全部こうブルトーダ作ったりとかあんなのに使ってるんですよ、税金全部。だから日本がね、今オスプレイ買おうとしてるでしょ、買ったかどうか分からない、うん、何件かってバカじゃないって言いたくない、うん、この世の中に貧しい人がどんなにいるから、世界にどんなに貧しい人がいるから、日本どんなに今大変なことになってるから、うん、貧困の人を助けるのにオスプレイ買うんじゃなくて貧困の人になりそう、何のためにね、この国民の税金を使うのって、うん、オスプレイ一機のためにこの前のすごい大雨で大変だったでしょ、亡くなった人もいる、うん、お家失った人もいる、それ震災もありました、うん、4年前にまだまだ辛い思いしてたくさんいるのにね、うん、この人たちにね、この人たちに目を向けてこの人たちを救うべきであってね、ですよ、何なのって言いたくなるぐらい、うん、沖縄のね、沖縄だけじゃなくてこの日本国全体のことね、こういうすごい思いしてる人が今いますよ。
どうしようもない人がいますよ。こういう人にあの支援するのが総理じゃないですか。そうですね、はい、だけどほら我々の税金、まあ、あの美鈴さんの税金も、うん、若者の税金、本土の方全部の税金、全部こうあのこの戦争のあれ作ったり、うん、オスプレイ作ったりとかそういうのですよね。それで被災地とかこうあのそういう方を助けたら総理もすごい総理って崇められるかもしれないけど、うん、今はもう人殺しの総理ですよね。本当ね、人殺しの総理だ。本当よ、あの人殺しの総理と言いたくなるぐらい、うん、あのある新聞に書かれてましたね、薬部よがみって、うん、本当に私今言いたくない、人のね、人間の心を持ち合わせているのって言ったよね、うん、本当に薬部よがみと私は思いましたね。この安倍とこの菅、うん、自民党のこの皆さん、あのこう全然目は合わせないから少しはやっぱりあの後ろめったさはあるんじゃないですか。全然目が泳ぐ、目が泳いでると思うから、そういう人たちって今ね、右左って泳いでるし、だから沖縄のねこうあのこういうところももちろんあれなんだけど、こう沖縄だけじゃなくて本土でも貧困なんだから、こう福島とか、うんうんうん、広島とかああいうところにオスプレイじゃなくてそういうのを支援してもらいたいですね、総理には。お家を失った人が本当にどんだけいるか、家族を失った人がどんなにいるか、どんなに辛い思いしてね、人々がいっぱいいるか、あの国は支援しているかもしれないけど、でもまだまだ足りないですよ。だからオスプレイ買うよりこれにお金をつぎ込んでいただきたいなと、ね、え本当に総理に言いたい思いましたよ。だから私は、ね、この震災の時に宮城県の人、うん、福島の県の人、私の、ね、古民家に、来てもらって寝泊まりもさせましたよ、うん、福島のね、うん、こんなにも私も個人的にもこんなやりましたよ、1年半間ずっと、ね、面倒見たりね、うん、最近もあの福島から電話あります、この子よく電話来るんですよ、うん、どうしてるとかね、今何々してるってよく電話来るんですよ、うん、福島でこのあの震災のあった子たちね、うん、今でもやっぱりなんとかなんバック落食になって精神的に参ってくるのを、うん、なんとかバックって、うん、やったね、なんだなんか精神的に捨てる、うんうん、なんかそれが今、うん、フラッシュバック、あフラッシュバック、はいはいはい、それが起こるっていうことでね、うん、あのたまにあるよ宮城さんってね、うん、あの仕事をやってるけどたまにそういうのがあるよって言って、だからあの沖縄に来た時もやっぱり縮こもってる時があったりしてね、チャーソーがやどうしてるかねって私が見に行って食事持って行ったりね、こんなして個人的にもこうして支援したんですよ。だから受難中は一生懸命何かがあったらね、山取る人助けますよ、一生懸命す、ね、助けますよ。だからみんなすごい募金しましたよ、あの震災の時も本土の人も外から私たちのうちのあのこともね考えてくれないから、一緒に本当にあの辺野古をね一緒に反対して作らせないということをね、うん、やっていただきたいなと思った。温度してもらえないですね、うちのあのね100万件民だけじゃダメなんですよ、この全国民がね、国民がですよ、本当に反対してくれたら、うん、本当にもうストップしてくれると思うんですよね。だからそれにはやっぱりあの気づいてもらって、でもっとあのこういうマスコミ、そして水さんたちみたいな東京の人がね、東京の皆さんにどんどんその話を広げてね、はい、あ本当なんだって。私がびっくりしたのはですね、あの神奈川にうちの旦那の妹が嫁に行ってんですよ、はい、で帰ってきてたんですよ、7月か何月かにね、はい、そしたらねこんなこと私にじあの同級生だから陽子って言うんだけど、じあのだ辺野古に行くね人たち、反対派の人はね、じゃお金もらってるねって言われて、私もびっくりした、頭に来てさ、うん、何言ってるんだ、あんたうちなんちゅうでしょ、同じうちなんちゅう、本当にそうだと思ってるの、うん、もっともう三振持ってってね言ったけど、お金それどころじゃないさ、うん、みんな手弁当でね一生懸命ね基地を作らさないって、小さい子から85のねあのおばあちゃんまでね、ほみこおばあちゃんね来るメスでも来ますよ、そうほみこおばあ毎日に行ってますよ、うん、こんな人たちがねお金どころじゃないさ、うん、お金もらって言ってると思ってるんですよ、これがね本当に口コミで広がっててさ、恐ろしいことですよ、誰が言ったかわからない、言った人はバカ野郎って言ったかなるぐらい、言ったのはこう、まあ、反対派の人でしょ、誰かわかりませんけど、こんな非現実のことがあるのにね、恐ろしいこと言うねあんたはって言ったよ、じゃないよって、私もね言ったよって何回か言ったんですよ、三振持って歌いに行っていろんな答えあの歌えてきましたよ、これが現実だよって、お金、とんでもありませんよって本当は思ってるみたいですよ、一人に5000円とかね1万円もらってあそこに自己犠牲に行ってるのって言われましたよ、言われましたね、吐きさびろ吐きさびろだと分かる、とんでもないってことですよ、
私古典の先生に言われましたよ、うん、佐久田先生に言われて、まさかや、三重県辺野古行ったってって言うから、母も文子おばあちゃんっていう人がいて、こうあの車椅子でも杖でも、うん、あの来るよ言えないよって言ったら、茶菜糸があって言われて、デージー、うちなんちがここなして、私たちがお金使ってるんだのにって言って、だからこういうふうな噂が流れてるってことですよね。だから私は手弁当だから、あの高速使って弁当を持って行きましたよ。そうじゃなければ車がない時には、うん、あのバスが出るんですよ。バスに往復のお金をもちろん払って、これで行って手弁当で行って、あそこで集会に行って、またこのバスでみんなで集団で来る、こんなもんですよ。何が5000円もらってる、1万円もらってる、うん、もう恐ろしいことですよと思ったんですよ。でも今あの若者がどん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 歌で伝えてるじゃない、うん、そうですね、うん、だからそういうものをね、あのメディアに強い、この、うん、なんていう機械に強い みすずさんとかね、ひよこさん、ひよこ三郎さん、あ、三郎だ、三四郎、三四郎さんよ、黙って入れないで喋って、はいはい、ね、あのツイッターとかさ、フェイスブックとどん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 ね、はい、やってほしい、三四郎さん、よろしくよ。今から新しい歌が、はい、あのこう癒しの島琉球っていう歌が、はい、あのこの若い人が作ってるわけね、はい、あの浦崎さんっていう人で、はい、生涯支援の仕事をしてなってる、それとか辺野古の海は誰のものみたいな感じで訴えてる歌詞があるんですよ、うん、今あのこう寺山総先生が作曲してますので、これまた持ってきたらこれも紹介お願いしますね、はい、美しい海は祖先から荒れてできてるっていうこと、うん、この辺のこのこの基地問題でどんだけの歌ができたから、水津さん、たくさんの歌ができたんですよ、うん、この海に対しての思いがある、みんなあるから、うん、たくさん歌が、私もそっち歌いに行きました。だから沖縄って言ったらやっぱり景色、海じゃないですか、うん、そう、はい、だからそれを取ったらどうするのかしらっていうのは国有地にあって、だからね、子供たち何残すのって、青い海残すの、山を残すの、基地を残すのって、私だから何度も訴えましたよ、子供たちに残すの何なのって、基地なのって、うん、海を埋め立てた基地なのって、あんなのすごいさ、ジュゴンがいて、海が芽がいて、魚がいっぱいいる、あの綺麗な海を埋め立てるのって、サンゴを全部死なしていくのって、本当に安倍さん、あんた分かってるのって、うん、海が死んだら、あ、もう自然界ダメですよ、うん、全部あの沖縄、あ、沖縄じゃなくて、この人間に降りかかってきますよ、だから津波も起こるわけさ。うん、神様が怒ってるんじゃないでしょうか。厳罰やらないやらといろいろあれするから、自然破壊が多いじゃないですか最近、うん、だから昔もね、いい加減にせよって神が怒ってるかもしれませんね。民話にジュゴンの声があるんですね、はいはい、津波がやがて起こるから、うん、人魚を助けた人は、はい、その人魚が 言うんですよ、津波が起こるから、あの逃げなさいって。そして他の村の人に、津波が起こるから逃げなさいって言ったにもかかわらず、この子は逃げなかった、助けた人はあのみんな村の人を全部山に上に登って助かったという、これは民話なんです。でもこれは自然のものだから本当に起こるんです。で、起こったでしょ、福島起こったでしょ、で今もチリで地震が起こってまたあったでしょ、これは本当に起こる自然災害なんです。だから自然のものはありのままにしておかないと、うん、そこをね、埋め立てると自然がダメになるから、うん、そういうことも起こる、掘り起こすわけですからね。やがて終わりに持ちやすさや、うん、今のはどういう意味ですか。やがて終わるのかなっていう、やがて終わりますね、終わりに封じて、だから沖縄口を伝えるっていう、うん、私は活動もしてるもんですから、みすずさん少しずつよ、はい、少しずつのイヒグア、少しずつ内縄口もね、はい、少し理解して、少し学んでね、はい、と思いましたね。今日初対面で全然私大和口共通語使ってるのに、方言使ってると思われてしまってから、はぁと思ったんだけど、イントネーションがやしょうがないかなと思ってるけど、うんうん、いやでも本当に何ですかね、もう知らなすぎたことがいっぱいあって、もう一言で言うと、もう本当に衝撃です。やっぱりショックというか、もうなんかちょっと言葉にできないんですけど、だからあのやっぱりこう、やっぱり、うん、三四郎さん、ひよこ三四郎さんと同じく、本当にすごく無知だったなっていうのもやっぱり感じましたし、
やっぱり伝わってるの分かります。本当に本当の意味でちゃんと理解してる人たちが、はい、本当に今少ないっていうのと、だからみんなあの理解させてほしいですね。で2年間こんな話してくれる人誰もいなかったの？もう初めてですね今日が、はい、そうなんだ。だから本当に本当のことを分かるためにはこういう私たちみたいな人間ともね付き合ってみると本当の沖縄の現実が分かりますよ。そうですね、やっぱりこう沖縄に来てみてこう見るものはやっぱり、はい、いろいろやっぱりこう基地があったりっていう、はい、そういうのはあるけど、でもそれが なぜできたのかとか、じゃあなぜみんなが反対しているのかとか、やっぱ沖縄の若者もこういう方がいますよ、はい、例えばあの基地反対って言ったら、はい、なんで自分が生まれた時から基地はあったのにって、うん、そんな感じで基地のところに勝手にお家を作ったって立ち退きだ立ち退きだって言ってお金もらってるでしょって、沖縄の人でもそういうふうに言うんですよ、うん、だからもっと勉強してほしいなというところですね。だからわからないのは仕方ないけど、でも分かった時にはやっぱり行動してほしい、うん、でもそれはね、うん、大人が言わないといけないんです、うん、だから今話したみたいに気づくためには、気づかせるためには、うん、沖縄大人がねいっぱい喋らないと、うん、広めるために本当のことをね話していかないといけないと思う。これが伝えるってことって私はまた思っているもんですから、どんどん伝えていってほしいなと思いました。もう名前でも何でも出してくださいって感じ。そうい、ろんな思いがあるんですけども、はいはい、もうでもやっぱり自分にできることが何かあればもう本当に少しずつでもやっていけたらな、はい、そうですね。だからどんどん、はい、一度でもいいから辺野古に一緒に行けそうだったらまた辺野古に行ったり ね、はい、だからなんだっていうこと、今少し分かったはずだから、はい、だからなんだってことをねやっぱり気づいて、今日少し気づいたと思います、はい、だから沖縄に今現実にいるから、はい、沖縄のことをやっぱり知る、そうですね、やっぱり沖縄に来たこともやっぱり意味があると思うのでかもしれませんよね、うん、さっきはなんとなく来たって、そうですね、だけどちょっとなんとなくではと思ったんだけども、それも一つのきっかけだと思うからね、出会うべくして出会ったかもしれない。そうですね、三四郎さんも、はい、そう、はい、真剣に聞いてくれてるじゃん、はい、田代さんよろしくね、これからも、はい、ありがとうございます、はい、まずは本当に今日は夫婦の平和から初めて広げていきたいなと思います、はい、よろしくね、やめて終わるみたいだけど、はい、ちょっと今回は平和というテーマでしたが、本当にいろいろと気づかされること、気づくことがありました。はい、ニフェーデイビタンダね、ありがとうございましたね、ありがとうございます、はい、ニフェーデイビル、ありがとうございました、町美幸さんでした、ありがとうございました、はい、ニフェーデイビタン、ニフェーデイビタン。